ザ・フルート企画新とってもデュエッツ第6回目の今回はモーツァルトのピアノソナタケッヘル545番より第3楽章です。この曲がどんなものか、早速聴いてみたいと思います。はい、このような曲でした。それではまずこの曲はロンドですが、ロンドの形式について、軽く確認していきたいと思います。ロンドは A という主題の後に B という展開があり、 A に戻り、そして C という展開、そしてまた A に戻って D というように、必ず A を中心として展開していく楽曲形式のことです。この場合 A の主題はで始まる主題のことです。構成が分かったところで、ロンドには2つの演奏方法があります。1つ目はあえて今の主題が戻ってきても意識させないで演奏する方法、そして後ほど演奏しますが、あえて主題が分かるように演奏する方法、この2つです。好みの分かれるところだと思いますが、1番目の演奏は勢いがあり、2番目の演奏は丁寧な印象があります。次にアフタクトについてです。この曲は全体的にアフタクトから始まる旋律でできています。ではあえてアフタクトではなく一拍目から始まる演奏と比べてどうかというのを試してみたいと思います。では最初に一拍目から始まるように演奏するとこのようになります。次に原曲の通りアフタクトで始まるとこのようになります。この2つの演奏の違いが感じられたでしょうか。1つ目の演奏は1拍目から吹き始めているので、どうしてもフレーズに重みが乗りすぎてしまいます。2つ目の演奏はアフタクトから吹き始めているので、軽快なイメージになります。指揮をしながら歌うとより感じやすいと思うので、ぜひ試しながら歌ってみると良いと思います。ラッパッパッパッタ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 、ラッパッパッパラッパッパッパ。次に表情のバラエティということでやっていきたいと思います。いくつか要点があります。最初に曲のテンポの決め方についてです。このモーツァルトの時代の楽譜には明確なテンポ表示というのがありません。楽譜にはロンドと書いてありますが、テンポの表示はなく、一般的には
アレグレットと書かれたものが普及しています。中にはアレグロ、グラディオーソと書かれているものもあるようです。ではどのようにテンポを決めるかというと、やはり自分が歌ってみて心地よいテンポというのが基準になります。今は大変便利な時代なので、歌いながらメトロノームをタップするとそのテンポが表示されるものがあるので、そのテンポで何回かね試してみるとしっくりくるテンポというのが決められると思います。次に、今演奏しているのは、私がフルート二重奏のために編曲したものですが、編曲ものというのはやはり原曲があっての編曲なので、ぜひピアノの原曲の譜面も確認していただきたいと思います。例えば一番最初のフレーズ、ピアノの楽譜だとこのようになっています。フルートの譜面だとこのようになっています。フルートの譜面だとただ8分音符が並んでいる楽譜ですが、ピアノでは右手と左手の役割それぞれで書かれているので、これを意識するように演奏するのが大切です。次に演奏解釈についてです。モーツァルトの楽譜には細かな演奏指示というのが書かれていませんので、どのように演奏すればいいか迷うところですが、ここでは考えられる演奏のパターンというのを楽譜に細かく書き込んでみました。ではここで最初の演奏とまた違う解釈で演奏したものを聞いてみたいと思います。このような演奏になりました。楽譜には細かく注釈をつけて、ダイナミクスなどは2段に分けて書き込みました。細かな解釈については動画説明欄に貼り付けておきますので、見比べて聞き比べてどのような解釈がいいのか考えるヒントになればいいかと思っています。では最後にこの曲のテクニック的な練習です。ピアノの曲なだけあって、フルートで演奏すると息継ぎをする場所というのがなかなか難しいところです。なので、できる隙があればそこで少しずつ息をする。苦しくないように演奏するというのが重要になってきます。今まで何回か練習してきたものですが、もう一度ブレスについておさらいしたいと思います。
ように音と音の隙間で少しずつたくさん吸おうとするのではなく、少しずつ吸うことで長いフレーズを吹き続けることができます。次に指の練習です。例えば45小節目に出てくるような3オクターブ目の指の動きなどはテンポを落としてゆっくりとリズム練習などして克服していくといいと思います。はい、以上となります。足掛け2年間このとってもデュエッツお届けしてまいりました。自分で自分の演奏に重ねるというこの演奏、この練習が皆さんのフルートライフを少しでも豊かなものにするお手伝いができていたなら本当に幸せなことです。今までありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。The little bit of the 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 little b